はーい。皆さん、はーい。いいですか、いいですか。OK ですか。始めますよ。できればね、お顔見せてくださいね。ちょっと寂しいのでね、そうじゃなくて、お顔出してください。お顔出せる人はね、顔出してください。あ、ありがとう。あ、開いてきた、開いてきた。やったー。OK です。ありがとうございます。やったー。みんないい顔してるな。あれ？男性おれへんのかな？はーい。今日の司会を担当します。岡本香織です。どうぞよろしくお願いします。私は大阪からズームで配信してます。もう便利になったよね。そして、東京、遠く離れた東京、今日のゲストは、袖、山、ユミさん、ユミだよね。こうはいらなかったよね。いつもね、呼ぶとき、ユミって、ユミって呼んでるからさ、つい癖で本名何やったかなって忘れてしまったわ。はい。今日のテーマは、ね、アメリカについて、アメリカ手話とのお話をしてもらいます。時間は1時間。なんか1時間もったいない。ね、もったいないです。はい。では、ユーミンに交代します。どうぞ。こんばんは。どうでしょうか？皆さん分かりましたか？半分ぐらい分かりましたかね？何言ってるのか分かんないという方も半分ぐらいいますかね？今、自己紹介をいたしました。私の名前はユミですと言いました。下の方に書いてます。イントロデュース。イントロデュース。紹介という意味です。紹介という手話はこのように表します。自己紹介したい場合、自分の場合はこのように紹介とやります。分かったっていう手話はこうです。みんな分かったらこうですかね。分かりましたかね。もし分からない場合はこのように表現してください。首振りと同じですね。日本だと分かった場合と分からないっていう場合、このように表現しますか。衛生だとこうです。分かった。分からない。よろしいですか？あなたの紹介の場合は、紹介という表現がこのように変わります。自分の紹介の時はこっち側。相手の紹介の場合はこのようになります。自己紹介はこのようにしますね。自己紹介、私の紹介をします。アメリカ手話でも対応手話というのがあります。日本語対応手話ってよく言いますよね。日本の場合も。同じく英語でも対応手話とアメリカ手話と呼ばれるようなものに分かれます。対応手話の場合は、聞いたことがあるかもしれないですけれども、私の場合はこのように表現します。もし対応手話だと、I am をこのように表現します。I am。 am はこのように表現いたします。こういう表現をする方もいるんですけれども、また you are の場合はこうですね。you are。 are はこのように表現いたします。アートやります。で、これは対応手話ということですね。アムとかアーとかっていうのは、手話の場合、アメリカ手話の場合はやりません。もしくは、マイネーム、私の名前はっていう意味ですね。マイはこのように表現して、ネームはうなずきながらやります。My name is の is はいりません。
ちょっと太陽っぽくなってしまうんですね。太陽手話の場合はつけるんですけれども、そうじゃない場合は my name、 このうなずきで大丈夫です。うなずきでそういう意味が入ってきます。ASL っていうのは何がきっかけなんでしょうか。アメリカの A、 そして S っていうのはサインの S、 L はランゲージの L です。それぞれの頭文字を取って ASL と呼んでいます。アメリカサインランゲージですね。 ASL です。アメリカンサインランゲージです。 ASL、 そうです、そうです、ASL、 そうですね。ぜひぜひやってみてください。それでは次に進みます。今こちらの説明しましたね。 ASL です。はい、では次の資料をお願いします。あれ、ASL、ASL ってなんでってどこからって思いますよね。実は ASL のその背景も含めてお話ししたいと思っています。例えばありがとうって日本の手話だとありがとうですよね。これはどこから由来してこういう表現になってるかわかりますか？わかる方いらっしゃいますか？そうですね。アスマーさんって答えていただきました。日本文化ですよね。日本人だったらわかりますよね。ありがとうって、このお相撲さんが手刀取ってる、手刀を切るような様子から、ありがとうっていう手話です。なので、手話を覚えるときも手の形だけを覚えるのではなくって、しっかりと文化や背景を含めて、老文化も合わせて手話を身につけていっていただけるといいですね。はい、では、ASL はそれを踏まえてどこから来ているのかというと、 ASF、 フランスの手話から来てるんですね。本当は FSL ですよね。でも LSF とちょっと逆になってます。フランスの場合は逆に入れ替わるんですね。こういう語順になります。なので LSF となります。ですがフランスってなんでって思いますよね。フランスからってなんでかなっていうと、きっかけがあります。アリスっていう女の子がきっかけになっています。その女の子は、ちょっと書いてますけれども、トーマス・ギャローデット牧師が、牧師が、まあ、いろんな人を助けたりとかしますよね。その時にトーマス・ギャローデットの家の近所にすごくお金持ちのお家があって、そこですごく寂しそうに一人でいる女の子がいたんですね。なので牧師は何か助けてあげられるかなということで女の子に声をかけました。でもその前に噂を聞いたんですね。娘さん聞こえないっていうことを聞いて、だからコミュニケーションが取れずに女の子は一人でいるって。その当時はアメリカには老学校がなかったんですね。ASL もなかった頃です。で、牧師は、ギャローデと牧師はどうしようかなって考えて、まあとにかく何かサポートしたいっていうことで、アリスさんを、まず何をしようかっていうことで、方法を考えました。木がありますよね。その木。木っていうのは、まあ、例えば、H-A-T、指文字で表すとこうですね。ハット、帽子っていう意味ですよね。ASL だとこのように表します。ハット。これを見せて、はじめはもうアリスも意味がわからないんですよね。ハットって見ても何のことだろうって思って、でも気づくんですよね。あ、ハットってもしかして帽子の意味の言葉なのかなって。それでどんどん言葉を掴んでいくんですね。
で、一番伝えたい言葉っていうのが、伝えたい相手っていうのがお父さんだったんですね。コミュニケーションはなかなか取れないけれども、すごく可愛がっていただいてるお父さんのことが大好きだったので、お父さんっていう言葉を今まで言ったことがなかったので、お父さんって言いたくって、ギャローデット牧師にお父さんを指して、お父さんってどういうふうに伝えたらいいのかっていうのを聞きました。で、ファザーという手話、このように表します。お父さんという手話です。お母さん、マザーはこうですね。これがファザー、マザーなんですけれども、お父さんにファザーって伝えたくって、ギャローデットが書いたんですね、スペルを。FATHER と書きました。で、これはお父さんっていう意味だよって。それを見たお父さんはもう感動して、涙を流されたんですね。聞こえなくてもコミュニケーションって取れるんだ、わかるんだって驚いて、ギャレットに対してお金を渡すからヨーロッパに行って、アメリカの場合は、ろう学校のろう教育っていうのがまだないので、知識とかヨーロッパに行って習得してほしいっていうことで、ヨーロッパに行ってってお金を渡されたんですね、ギャローデットは。で、船でヨーロッパに向かいました。はい、きっかけはアリスでしたね。これも説明しましたね。次に進んでください。はい。ちょっとここ詳しく話してしまうと時間が足りなくなってしまうので、簡単にお話しします。まあ、いろいろとイギリス、ドイツ。イギリスは ASL だとこのように表します。このように表しますよ。イギリスの手話ですね。ドイツというのはこのように表します。あとは、スコットランド、そして、まあいろんなところで聞いたんですね、ギャローデット。でも、お金ちょうだいって、いくらぐらいって言われても高くって、なかなか受け入れてもらえず、ようやくフランスで、手話このように表しますね。フランスで学ぶことができるようになりました。ちょっと話をすると長くなってしまうので、ちょっと省くんですけども、男性とある人と会って、その人が聾学校の先生だったんですね。で、聾学校の先生と一緒に、もちろんもう昔なので船ですよ。船で一緒に3ヶ月ぐらい、フランス人のその聾学校の先生が来てくれて、ギャローデットは英語で教えます。お互い教え合うんですよね。先生が教えてくれます。教えるという手話はこのように表します。習うのはこっちで逆ですね。教えると習うです。それが ASL ではこのようになります。それを繰り返して、お互いに情報交換をして、で、ついに3ヶ月。このように表します。1ヶ月はこのように表します。2ヶ月はこうです。3ヶ月というとこうです。3ヶ月。3マンスですね。かけて、ついて、で、到着して、そこから、どうでしょう？わかりますか？わかった人いるかな？最初っていう意味ですね。ファースト。アメリカの数の数え方面白いんですよ。日本の場合はこのように指を折って数えますよね。日本は指折り数えます。アメリカはそうではないんです。逆なんですよ。こう指を開いて立てていくんですね。このように数えます。日本の場合は指を折り曲げていきますよね。なので逆なんです。で、親指を立てた状態でファースト。これが最初っていう意味です。最後はこうです。指開いた状態になります。なのでラストっていうのはこのように表します。ファーストとラストです。覚えましたか？で、ファースト、デフ、スクールですね。聾学校です。ファーストデフスクールを立ち上げたのが、ギャローデットのおかげでそうできたということですね。その時は、なんと生徒は3人だけだったんです。そこから始まって、
そこがきっかけで、次の資料行ってください。それがきっかけでギャローデップ大学が設立されたということです。その理由はお父さんがお父さんが、ろう学校を設立っていうことですよね。で、それを見た息子がですね、それを見てまたお父さんがそういう授業をやった、頑張ったということで、僕も真似したいっていうことで決めたということで、お父さんが娘、ローの娘ね。で、お母さんと結婚して、その息子っていうのが、コーダっていうことですね。コーダになりますよね。コーダの立場ですよね。で、すごい素晴らしいということで、ローのための大学はないからっていうことで。それで、1864年に、4月です。8はこうなんで、このように表します。8。ギャローデットは一応国立扱いにはなってるんですけども、国立大学ではないんです。国立扱いっていうのはどういうことかというと、県とかのサポートを受けてるんですね。次の資料に行ってください。あ、すみません。ちょっと戻ってください。この像が見えますか？男性と女性の。この男性がギャローデットです。ギャローデット牧師です。そして見上げている女の子は初めの。アメリカで最初なの。さっき説明しましたね。ギャローデットが。行った、まあ、もし皆さんそのギャローデットに行くような機会があったらぜひこの像を見てください。アリスとギャローデットです。門を入るとすぐあるんです。皆さんこれご存知でしょうか。アメリカのワシントン DC、 手話ではこのように表します。ワシントン DC。そうです、そうです。ワシントン DC。この写真、誰かわかりますか？あ、わかる人いるんですね。リンカーンですよね。わかる、わかるって言ってくれてますね。ちょっと写真なんですけれども、よーく見ると、A と L になってるんですね。左右の手が。普通座るときはこのように座りますよね。でも A と L になってるんですね。A と L です。もし行く機会があったらもうぜひ見てください。なんで A と L になってるのかというと、リンカーンの手話はこのように表すんですね。リンカーン。なのでギャローデット大学を設立して最初に認めた方がリンカーンなんですね。だからその記念ということで、これを作ったのもローなんで、ろう者なんですね。なので、お話ちょっと詳しくは分かんないんですけども、リンカーンは認めて、ギャローデット大学を認めてくれて、でろう者の手話を、サポートしてくれたっていうところで、ローと関わるものとして残したくって、このように残したっていうことなんですね。A と L と指名した状態で、このように残しています。なので、そういう歴史があるんですね。なので、ぜひ見てみてください。すごく大きくて、もうすごい高いところにあるので、なかなか見えない。5メートルぐらいあるんじゃないですかね。
なのでこのようにある、ぜひそのロー文化の一つですね、アメリカの文化の一つです。あ、今そういえば私このような格好をしてますが、なんでだか分かりますか？ちょっと最初に説明しようと思ったんですけど忘れてました。今ですね、5月ですよね。5月っていうのはアメリカの大学の卒業シーズンなんです。5月はほとんどの大学が卒業式でお祝いムードなんですね。日本の場合だと3月ですよね。アメリカの大学は5月卒業シーズンです。高校、中学校は6月です。ちょっと違うんですね。大学の場合は5月です。それでですね、今年卒業した人数は5月13日の金曜日だったんですけれども、13日の金曜日ちょっと怖いですね。まあまあそれは置いといて、5月の13日金曜日に卒業した人数、卒業式がありました。卒業式っていう手話はこのように表しますよ。これですね。全部で420人卒業しました。そのうち200人が学士です。つまり学士っていうのは、まあ大学4年間卒業したってことですよね。手話ではこのように表します。学士、ここが1年生、2年生、3年生、4年生という意味になるので、っていうの場合は大学1年ですっていうのはこのように表すんですね。大学3年生ですっていうのはこのように表します。日本だと3年とかこのように表現しますが、アメリカだとこういう表現になります。最後まで卒業したっていうことになりますね。まあ、中退する方もいますもんね。なのでここのように中退した場合は、本当はこう1、2、3年生、4年生っていう形で卒業を迎えますけれども、途中で中退したっていう場合にはこのようになります。日本の場合は中退と表します。衛生量とこのような表現になります。で、卒業した、大学が終わったっていうことですね。そして学士、学士はこのように表しますよ。これは修士です。あ、これは何か分かりますかね。 1,2,3,4 その次っていうのがこちらですね。修士になります。博士は、博士の場合はこういう感じですね。 PhD がこう博士、博士です。は220人 いました。合わせて全部で420人の卒業生がいたということです。で、写真、今年の卒業式はすごいことなんですよ、本当に。ゲストがね、写真見て、皆さん分かりますか、この写真。写真見て分かる人いますかね。あー、分かります？あ、そうです、そうです。はい。素晴らしい。はい。3人写ってますね。こちらの人は皆さんご存知ですかね。マーリン・マトンっていう、はじめに、を取った人ですね。はい。グラミー賞。アカデミー賞を取った人ですね。アカデミー賞を取った人ですね。で、こちらの方が、真ん中の人は、最近、何か、こう、最近、エターナルズっていう、映画ありましたよね。その女優さんですね。で、こちら皆さんローです、ご存知ですよね。そしてこちらがビジネス界の有名な方です。アップルの会長。この方はギャロレット支援というか、理由があって、今年、コーダっていう映画皆さん見られましたか？ご存知ですか？コーダ、愛の歌ね。それは、アップルが、支援してるんですね。それで招待されたということで、全部アップルがいろいろとしたとかそういうのを準備したということで、資金とかがアップルから出てるっていうんで、ローとつながりが、関わりがあるっていうことで、ゲストとして、招待されたということで、今回すごく有名な方ばかりが、はい、いらっしゃった、ゲストで呼ばれたということで、講演されたということです。
で、続いて、はい、こちら、タッセルってご存知ですか？これですよ、こちらです。これがタッセルと言います。この房ですね。それで見てもらうと、写真、右と左っていうのに写真があるんですけれども、違いますよね。どういうことでしょうか？わかる人がいらっしゃいますかね。場所が違うでしょう。はい、意味があるんですよ。まず、こちら、こちらは、まだ修了証をもらう前なんですよ。修了していないっていうことです。修了がまだの場合は、こちらに来ます。タッセルが。んどっちどっちみたいな。こっちですね。こちらに来ます。修了証をいただいた後が、こちらになります。修了しましたよってこと。へえーっていうことですよね。皆さん知らなかったでしょ？こちら。しかも、面白い話があるんですけれども、よいしょ。これ。こちら。終了した年の数字がつきます。ちょうど私は2000年に卒業しました。その前、1999年に卒業した場合はどうなってると思いますか？ん？こんな感じ？本当は2つまでなんですよ。99とか98とか。ただ2000年ってなんかね、あのミレニアム的なお祝いの年だったので、その2で000とついてました。で、後輩は01、その次は02というような形になってます。つまり、こちら。21年ぶりに来ました、私。そうなんですよ。だって終了したのが、卒業したのが、2000年なので分かりやすいですよね。今2021年なので21年ぶりです。これ来たの。終了してって言いましたよね。アメリカで、変えてみますね。はい、こちらです。誰が書いた、誰のサインか分かりますか？22年前といえば、じゃない、21年前の首相って誰ですか？クリントンさんですよね。クリントンさんのサインです。で、ちょっと補足なんですよ。ぶっちゃけると。アメリカで大統領の手話っていうのがあるんですよね。日本の場合はないですけれども、今で言うと、バイデンさん、こういうふうに表します。で、トランプさんはこういう手話でした。トランプっていう手話ですね。その前は、オバマさん。こういうふうな感じ。って言って、歴代あります手話が。で、クリントン。クリントンさんの場合は、こういう感じ。こうやって、こうします。C。クリントンっていう C と、これはちょっと浮気というか、浮気っていうのがこういう風な手話なんですけれども、そういう手話の意味でこういう感じで手話がアメリカの文化はもういけないことも OK、 それを特徴になっちゃうってことですね。で、こういう風な感じで手話サインネームがつきました。ニクソンさんってご存知ですかね。有名だったのは何ですか？ニクソンさんで有名なのは。ん？知らないですか？ニクソンさん有名な出来事というか、日本文化と同じです。ニクソンさんで有名なことは、誰か、戦争じゃない。映画にもなったぐらいですよね。
ニクソンさんで有名なことって何ですかね。まあまあいいか、いいか。嘘。嘘つき。嘘つきっていうので有名になって、嘘っていう詩は、こうします。なので、ニクソンさん、N ですね。こういう感じで、ニクソンって表しました。で、次。レーガンさん。レーガン大統領。覚えてますか？亡くなりましたけど。有名だったのは何でしたっけ？レーガンさん。なんだ、なんだろう、なんだろう。レーガン大統領で有名な出来事は、話が長い、スピーチがね、すごいって、もうみんなが、はぁっていう感じですよね。みんなもう、くたーっとなるぐらい、もう、へきへきとするみたいな感じで、こういう意味。つまらないっていうのが、こういう手話なんです。LL で、ASL で。で、こういう感じで。なので、レーガンさんは R で、レーガン。こういうふうに表されていました。アメリカの歴代大統領のサインネームがちゃんとついたんですね。面白いですよね。それで、最後かな。今これ、こちら。はい、画面共有終わってください。皆さん、見えます。皆さんとね、顔を合わせて喋りたいので、はい。では、今からですね、これについてお話ししたいと思います。この黄色い主体見えますか？これ、どういう意味かわかります？意味わかるって人いますかね？わかんないでしょうか。これは、ちゃんとしたアメリカの文化が意味されてるんです。日本との違いというと、日本はちょっと遠慮気味というか、アメリカの場合は結構主張が激しいですよね。しっかりとアピールしますね。つまり、この黄色い主体の意味は、学校での成績が優秀という意味になります。4年間勉強してきて、私の場合は平均90点以上だったんですね。90点以上の場合は黄色の主体が巻かれます。成績 A っていうことですね。A プラスっていうのがあるんですね。95点以上があります。そしてその次 A が90点以上です。その次が B プラス、そして B、C となります。C の場合は、まあ普通ですよね。80点とか、まあまあ。で、B の場合は、本当は A プラスがすごいんですけども、A プラスすごい主体がもらえます。で4年間トータルで、4年間トータルして、こちら。これも同じです。バッジがもらえるんですけれども。あとは、95点以上の場合だと、別のメダルがあるんです。私のとは別のメダルがもらえるようになってます。ギャローデッドが、あ、こっちですね。見えますか？ギャローデッドって書かれています。色が違うんです。黄色は90点以上。黄色と青ですね。黄色と青が90点以上。イエローです、これ。この種類はイエロー。ブルーはこのように表します。イエローとブルーのメダルです。最高の95点以上は紫、パープルです。イエロー、パープルとイエロー。なので見たらわかるんです。これがない人は B 以下っていうことになります。この主体とメダルがないのは。なので、卒業式を見るとすぐわかるんですね。ああ、すごい優秀なんだ、勉強してきたんだなっていうのが見てわかるぐらい。で、はっきりそれを示すのがアメリカの文化ですよね。アメリカはとにかく頑張った人をもう大いに褒めたたえる文化があります。そこに対して控えめに遠慮するんではなくって盛り上げてくれる文化ですよね。見てわかる。ああ、すごいもらえるんだっていう、そういうもう誰でも見てわかるような、今まで頑張ってきたことを褒めたたえてくれるような文化があります。それがアメリカです。大学の、この服ですね。これの違い、3種類違いがあるんです。
大学は基本このガウンですね。こういうちょっと袖の広い。で、普通はこうです。大学院の場合には、袖がちょっと長いんです。こんな感じです。長くなります。そして、こういう首の周りにも、まあ、これはこういうふうに後ろからかけますけれども、インは、こういうふうに、こんな、なんかイメージこんな感じです。見たことあるかもしれませんね。インだとこのように表します。まあ、色は学科ごとの色分けになってます。例えば、英語専攻だったら、まあ、文化系、文系とか、そういった形で何を専攻しているのかも色を見てわかるようになっています。大学院はもっとかっこいいんですよ。もうすごいんです。すごいかっこいいんですよ。でしかもですね、大学、まあ大学はもうこう普通なんです。院はもっと立派なガウンで素晴らしいです。で、博士とかだともっと立派、もう高い立派なものを身につけるんですけれども、それも科によって色が違ってきます。次に、こちらのリングです。ちょっとちっちゃくて見えないでしょうか。大学を卒業した時にもらえるリングなんです。例えばですね、アメリカって優勝、まあ、アメリカで世界一になったら、リングとか配ってくれる、帽子とかリングとか、もうそういうのがアメリカ文化なんでしょうか。卒業した時にもリングがもらえます。ちょっとちっちゃくて見えないかもしれないんですけれども、ここに、この周りに、ギャローデット大学って書いてるんですね。こちら側には、スペイン語を専攻していたので、スパニッシュって書かれています。そして卒業年の00。そして BA は学士なので BA って書いてます。BA00 スパニッシュと書かれています。それでアメリカ文化の話は終わります。ちょっと衛生ね。まず皆さん一緒に指文字やりましょうか。一旦指文字、皆さんどれぐらいわかるのか一緒に確認してみましょう。A はこのように表します。A。B はこうです。C。D。E。F。G。G はこうですよ。H。みんな日本の場合ははって指文字こうですけれども、指文字の H の場合はこうですよ。H。I。I はこのようにします。J。J です。K。日本と一緒ですね。L。M。日本の場合は M ってまあですよね。じゃなくて指をちょっと、ま、曲げるというか。M。そして N。O, P, か、K を下向きにしたら P になります。Q, Q はこうです。R, S, T, U, V, W.X, Y, G, Z ですね。素晴らしいです。はい。そしたら、順番に見える方から、あやみさん、どうぞ、あやみってやってみてください。はい。バッチリですね。My name is あやみ。バッチリです。シュアネームありますか？こうかな。
手話ネーム、My name is Yumi。で、Yumi みたいな感じで手話ネームやります。どうぞ。My name is Ayami。これですって。じゃあ次に見えるのが、ユミちゃん見えるので、ユミちゃんやってみましょうか。ユミちゃん。バッチリです。では、カオリン。いいですね。テツさんは？鉄、バッチリです。じゃあ、同じ香りだけども、リオ行きましょう。香り、OK です。次見えるのが、のりこさん。デフパステルアートさんって書いてますね。デフパステルアートののりこさん。のりこさん。自分の名前、自己紹介してみてください。N, O, R, I, K, O ですね。素晴らしいです。シェアネームありますか？サインネームはないでしょうか？あるのかな？ごめんなさい、ちょっと手話が固まってますか、ゆっくりしてください。手話ネームありますか？ああ、私の名前ってことですか？例えばユンミ、ユミなんですけど、私の場合はユンミっていう手話ネームです。のりこさんはどうですか？あるのかな、ないのかな。ないですか。わかりました。多分なさそうですね。もしなかったら大丈夫です。ありがとうございます。次行きましょう。お次がちょっと名前が。次行きましょうかね。アイカさん行きましょう。バッチリです。はい、次。ケン行きましょう。ケン。OK です。ひとみさん、ひとみ行きましょう。たにきひとみさん行きましょう。H。H はこうですよ。H-I、H、I、T、O、M、I。ひとみさん、OK です。はい。お次、ちょっとやってみます？加藤さん、やってみる？加藤さんはちょっとやめましょうか。やってみる？加藤さんやってみましょうよ。あ、いいですか？ぜひぜひ。A、O、か、T、T、O、加藤。はい、バッチリです。お次が、渡辺さんでしょうか。渡辺さん、お願いします。まさこさん、バッチリです。お次が、まこさん。お願いします。はい、ありがとうございます、まさこさん。はい、次です。まさこさん。お次もまさこさんですね。ありがとうございます。まゆみちゃん行きましょう。はい、よろしいでしょう。次は、かずえちゃん、ゆうらかずえちゃん行きましょう。まず、この紹介の手話を入れましょう。はい。
ありがとうございます。これで自己紹介はできましたね。まず、自分を紹介します。そして、スペルをやります。そして、手話ネームを表します。では、簡単な色。色を表してみます。カラーですね。色ですね。私の好きなっていうことです。好きっていうのはこういうことです。こうします。こう表します。好きっていうことです。ちょっとね、日本の方、日本語手話と似てますよね。I like これ。緑色ですね。緑色、こういう感じです。メダルな色ですね。てつさんは黒？ブラック？ブラック。ブラックですね。リオは赤？赤は一緒です。黒ですね。日本は赤と表します。アメリカはこう表します。唇は触れますね。レッド。のりこさんは好きな色は好きな色は何ですか？ピンク、ピンク。日本手話はピンク、このように表します。アメリカ手話はこうです。P で表します。ピンク、ピンク、ピンクです。はい、次。ブルー、ブルー。はい。アリカさん。ブルー？日本の場合は色を細かく分けますが、英語では細かく分けないんですね。水色とかないんですよ。なので色は明るいので、まあこのように表しますかね。ブルー、ライトブルーみたいな感じですね。逆に暗い紺みたいな青ありますよね。そういうのはこのように表します。明るい、暗いっていうのはこういう区別があります。暗いは暗い、こういう表現です。ピカーって蛍光色大好きみたいな人いますよね。蛍光色の場合は普通はブルーこうですけれども、普通の青はブルーですけれども、蛍光色のブルーはこのように表します。ブルー、ピカーンっていうようなブルーですね。赤だったら、こういうふうに表します。普通の赤はこうです。さっき言ってたピンク好きって言ってましたね。ピンクもやっぱ強弱が強いんです。ピンクって感じになりますね。私の場合は、この色、普通はグリーンですけれども、蛍光色だとこのような表現になります。明るいピカーンっていうようなイメージですね。なので、明るい暗いとか。ケンさんどう？ケンはどう？ブルーが好き。それではですね、色。皆さん最後ちょっと時間も時間なので、
聞きたい、この手話知りたいっていう質問ください。答えます。どうぞ。この手話知りたいっていうのあります？あ、数字知りたいですか？数字ね、わかりました。1、手の甲が表です。2、3、4、5、6、6はこう、6はこうですよ。7、8、9、10。おー、ありがとうございます。数字はこの裏側から始まるんですよね。手の甲を向けたところから始まります。そして5の後はこういうふうな感じで手のひらをくるっと返すような感じになりますね。はい、 OK ですか？続いて質問ないですか？質問したいっていう、あ、はい、どうぞ。鳥？明るいということですね。そうですね。他には何か聞きたい質問ありますか？ああ、はいはい。家族ですね。家族の手話ですね。はい。ファミリーですね。こちら家族、ファミリーですね。はい。お父さんはこちらです。お母さんはマザー。はい。ね。おじいちゃん。こうですね。おじいちゃん。おばあちゃんは、グランマ。ね。エースレの基本は、目上の人、目下の女の人は、こういう下からですね。お父さんとかは、おじいちゃんとかは、こう、目よりも上の位置になります。あと、兄弟の場合は、ブラザー。ブラザーですね。姉妹の場合はどうだと思いますか？さあ、その目線より上か下かっていうところです。どうですか？女の子の場合はガール、このように表します。ガールです。大人の女性、大人の男性はこうですね。女性の場合はウィメン。女性、ほとんど女性っていう意味はこういうふうに表します。マスター、マスターっていうのがこうです。ほとんど女性、ウィメン。女性が多いですねっていうような表現です。男性は2人だけですね。女性がいっぱいいますっていう意味ですね。たくさん、メニーはこのように表しますよ。他に質問ありますか？あ、ちょっと違いますかね。天皇はこのように表します。エンペラーって言うんですけれども、E でこのように表します。王様の場合はキングですよね。なので K で表します。キング。アメリカの場合は、主はさっき言いましたけれども、このように表します。でも日本の場合、首相はこうじゃないですよ。PM。PM と表します。手話はないんですよね。エンペラーです。エンペラー。日本だけですね。質問で、皇后はどうですか？皇后は。皇后様はどう表しましょうか？このように表すんです。女性の場合はこうですね。皇后様はこうです。
キング、クイーンはクイーン。すいません、コータの映画を見たんですけれど、 I love you っていう手話使わないんですか、こういう感じの。コータではこういうふうに、R をしてこう I love you のマークをしてたんですけれども、どうなってる。そうですね、実はですね、これは本当は普段使わないんですよ。普通に使うのは気軽にこのように I love you と使います。映画は特別にもう親と離れるようなシーンでしたので、本当に感情を込めて本当に本当に愛してるよっていうような意味で、このようにリアル I love you としてます。なので日本で簡単にこの手話を見せるんではなくて、通常はこの I love you でいいんですよ。本当に本当に心から大切な人に会った時にはこの表現はいいんですけれども、誰にでもやってしまうのは良くないですね。あ、そろそろお時間となってしまいました。あっという間でしたね。1時間ってもう本当に話しきれなかったんですけれども、これだけは知りたいっていうような手話があれば言ってください。最後にあと1人ぐらいでしょうか。最後に大丈夫ですか、最後の日お一人。早く早く、時間がないですよ。あ、ありがとうございます。ありがとうはこうですね、 Thank you、 Thank you、 これはもう世界中多くの国で使われます。例えばドイツ、例えばダンケシェンとか、ダンケはこのように使います。サンキューと似てますよね。あとはスペインとかでもこのように、いや、手話多いんですよね。世界中でその口元から出る手話が多いです。日本のありがとうはもうちょっと独特ですよね。手話知りたい手話あるっていう方、もう一人ぐらい聞きましょうか。はい、お、何人かいるのかな？下にいらっしゃる。まこさん。ん？こんにちはとか、こんばんはとか。挨拶ですね。おはようございます。Good morning。こうです。Good morning。こんにちは。Good afternoon。昼12時ですよね。こんばんはは、Good evening。 面白いお話があるんですよ。もう夜が更けていくとこのようになります。 ASL の場合は一日がこのように表現されます。太陽が昇って沈むまで。なので真夜中はこうなります。下、腕の下側からですね、丸一日はこのようになります。一日中はまあまあこうですね。24時間の場合はこう、上から下から腕を動かします。もうすごく朝早い場合はこうです。まだ日が昇るか昇らないかぐらいの普通の朝はここら辺まで腕を上げます。そしてお昼、1時、2時、3時、5時以降、こんな感じで手を動かしていきます。なので時間に合わせて手を動かして見るっていうのが面白いですよね。それではそろそろ時間になりましたので、司会のカオリン、お願いします。あっという間でしたね。1時間あっという間です。もういつもいつも本当に時間あっという間で、もっと延長したいって思うんですけれども、ぜひその場合は、個人的にユーミに連絡してください。共有ぜひしてください。情報ありましたよね、ユーミの。共有お願いします。しばらくお待ちください。準備してへんのかーい。
おーい。共有しますって言ってたんですけど、どうですか？時間、まだ？はい。はい、こちらですね。ユミの ASL 教室っていうのがあります。案内があります。ね。はい、OK です。お願いします。ピッとするので、後で、あるので、なんだ、年配の人は無理でよね。また、ね、流したらいいかと思いますね。はい、みんなに発信したらいいかと思います。OK ですか？はい、では。ありますかね。OK ですか。共有 OK ですか。大丈夫ですか。はい。皆さん今日はありがとうございました。1時間本当にありがとうございました。またお会いしましょう。はーい。ありがとうございます。終わります。解散。あれ、写真撮りますか。写真撮る？写真？3、2、1。誰が撮るの？ 3。誰が撮るの？写真。誰撮ってくれるの？あ、OK ですね。3、2、1。はい、OK です。解散。さよなら。お疲れ様でした。